ンパ一番キリンドウさん、キリンドウさんちゃうわ。ここナンパ一番です、吉野諏訪さんです。これどこ離せるのか、ひな祭りちゃうな、ここはここですね、はい。に吉本さんに、あ、ここは吉本さん展示中、はい、これ2番目どこでしたか、ここや、ど真ん中と展示してもらいます、はい、ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます高取町土佐ガイド、土佐ガイドなの、どこあんの、あ、ここにある展示場ナンバー3番、はい、ありがとうございます、ほら行きます、これ、新潟でございますね、これ感じな、歩いて7キロ、お前1キロ以上歩いてんねんな、素晴らしいね、これ。行きます、展示中失礼します、おー、これ素晴らしい。ジャンボひなでございます。これは素晴らしいね。はい、ありがとうございました。これは素晴らしかった。スヌーピーがおりますね。17番。はい、ありがとうございます。19番。展示中。21番。
ありがとうございます。レンパルスプーン。なんですけど、大体7個以上残ってたらちょっと認知症の疑いがって言って、うん、やればやるほど私で増えていくんで、それ売ってんの？ほんでそれをそうですか。ほなちょっと30日にはずっと開けてんの？基本土日だけ。え？土日だけなんで。土日だけですか？え？宣伝しといて。あ、宣伝しておきますよ。お姉さん名前はこれキリコウボさんでいいの？キリキリコウボ。あ、キリキリですか。はい、ああ吉野ひのき。そうですね。ここや。ここは30万。30万。綺麗に飾ってくれてるけど。これ見たね。36万お願いします。あそこが飾ってくれたの。はい、ありがとうございます。今営業中やからね、やめときましょうか。フラフラでございます。フラフラでございます。もうなんか57万、52万なかったっけ。ここや、こういう東村な。あー、すまへん。お城やな、お城、大阪城、二条城、高取城、全然行ってない城がいっぱいあるね、やっぱりね。で、ここは雛松でございます。白いこれも。すごいね、白。よいしょ。白跡。もう一回。はい、ここメイン会場でございます。はい、メイン会場所見せてくださいね。まだと誘っていただいてるんですか。え、まだと。ありがとう。これ17段です。500体です。はい。覚えてんな。この人だな。こっちは武士だからね。お姫さんを守るためにってその17なんでこれ、17なんで。ね。大体、ブケビナ飾りしてるとこが。ブケビナの方が多いです、いただくのも。大きなアセットでも、そこにあるのはそうになるんです。大変行列です。お掃除道具。ああ、うん、
ると31日までね、3月31日まで、はい、吉野のね、吉野の本店からわざわざここでね出店されてますね、はい、佃井の大和本舗さんね、48万と7万、はい、ここは何だ？39番酒のお姉さんだ。はい、ありがとう。あんなもんですか？羽織です。これ羽織っていうの？いやー、でこれね、はい、どこ商工会でやってはんですか？商工会でやってますね。だからこのおひなさんの時しかやる、たみたみ竹材店でもやる。コマとかね、これ飾りコマをね作ってはってね、これ販売されてるんやで、ね、ああもう売れてなくなってますやん。何よ売れて、いっぱい売れたじゃないですか。安いよって売ってんの、うん、これ誰の趣味ですか？これあれな、子供集めてたんや。もうやなくなるから一つずつ。あれ目が違うわ、ね、ちっちゃい携帯もあるのでちっちゃい携帯、携帯やで。あれ携帯ちゃんと動きまんのか？いや動かへんやろこれ。あ携帯の格好したおもちゃか。何でもあるな。50番でござる。あ、今日本日お休みやったか。お休みや。おお、これいいね。ここは駐車場でございます。駐車場いっぱいやね。平日なんだけどね、3月3日はひな祭りの日やからね。52番これは珍しいね。これは土佐郵便局、ここは最後やね。ここまでや。ここは高取のひな祭り会場、ずっと奥まであるんだけどね、1番から52番まで回ってきましたけどね。はい、どうもありがとうございました。なんかここからこう